今回は稀に事件の加害者が逮捕される前にインタビューに答えていたとかいう事例が昔はありましたよね。それも時代が変わって SNS になったりするのかなと感じさせるような事件でございます。とある殺害事件を起こした犯人の少年が逮捕前にツイッターに書き込みを行っていたということで世間を震撼させた事件でございます。紹介していきます。早速です。こちら事件があったのが2013年のある夏の日のことです。世間は夏休み、この日は地元の花火大会でした。この日から2日後に事件が発覚します。被害者は幼い女子中学生、自宅付近の空き地にて遺体となって発見されます。この被害者の少女は発見された2日前の花火大会当日、午後8時半に花火大会が終わったんですけど、しばらく友人とおしゃべりをした後近くのスーパーにて解散をしたということが分かっています。その後姉から LINE にて早く帰ってくるように催促があったため10キロほど離れた自宅へ向かうのですが、その帰り道連絡がつかなくなり行方不明となります。そして家に帰ってこない家族は心配になり警察に捜索願いを出します。そしてその2日後自宅付近の空き地で遺体となって発見されてしまいます。まず死因は何者かに窒息させられたというものでした。遺体となって発見された少女の財布からは所持していた6000円が抜き取られていました。警察は強盗殺人で捜査を開始、同時にこの時犯人には300万円の懸賞金がかけられました。そして事件から約半年後のことです。犯人は遺体が発見された現場から徒歩10分のところに住む当時18歳であった少年を逮捕します。逮捕された犯人はすぐ近くに住む少年だったんですね。犯人像がなかなかつかめなかった。この事件は何かをきっかけで急展開で解決したんじゃないかと思われていたんですけど、実はこの時警察はかなり慎重に水面下の捜索で、そしてこのタイミングを見計らって逮捕に至ったんですね。まずですね、この犯人を特定するために事件の数日後に現場付近の事情聴取を行ったんですけど、この犯行時間の短さを考えると現場付近が怪しいと踏んで、警察は現場近くの家を回って事件に関する手がかりっていうのを探したんですね。そしてこの時この犯人の少年の家にも訪問してるんですね。その時の少年は警察の不審な人や車を見ませんでしたかっていう質問に対して全く顔色を変えずに全く知りませんと答えています。そしてここがちょっと世間を震撼させたところでもあるんですけど、この少年事件が発覚して報道されてから自分のツイッターアカウントにて、めっちゃやばいやん、地元の朝日町女子中学生の死体が見つかったって、四日市の女子中学生らしい、手の震えが止まらん、ザ平和な街やったのに気持ちの整理つかんわ、とかをツイートしてたんですね。いやこれ僕アカウント見つけたんですけどめっちゃ怖いです。しかしそのアリバイというのがすぐにバレるんですよ。この少年が自宅にいたっていう午後10時に現場近くのスーパーに立ち寄ったっていうところが防犯カメラの映像から分かってたんですね。これだけじゃなくて実は少女の所持品からこの少年の指紋っていうのも見つかってたんですよ。でも警察はこの少年をすぐに逮捕することなくひたすら監視、そして水面下の捜査っていうのを続けてきました。これがなぜか、実はですねこの時のこの犯人の少年はまだ高校生だったというところで、今ここで逮捕すると刑務所ではなく少年院に送られる可能性が高いから、警察はこの犯人が卒業するタイミングを待って慎重に慎重に捜査を進めてたと言われてるんですね。そしてそれを表すようにこの少年が卒業した翌日の午前中、この少年を強盗殺人の容疑で逮捕しました。この時の事情聴取を行うと最初は嘘をついたんですけども、証拠がたくさん出てきたんで容疑を認めて、結果ですね強制わいせつ致死、そして窃盗罪で起訴されることとなります。はい、結果この少年には懲役5年以上9年以下の不定期刑というね正直軽い判決が下されました。裁判で強盗殺人では起訴できなかったんですね。理由としては強盗に関しては6000円、そして明確な殺意を証明できなかったとしてるんですね。いやいやいやって感じではあるんですけど、この何の罪もない少女の命が奪われて嘘を重ねた男は軽い刑期でもうじき普通に生活を取り戻す、やっぱり理不尽で納得できるものじゃないなと感じましたね。